つつ。こんばんは、お父さんです。今日は4歳児つつくんのクリエイティブモードで作ったマイクラ作品を紹介していこうと思います。プレイ。今日ご紹介するワールドはこれにしましょう。それではお邪魔します。おーおー、すごいすごい、巨大な町、なんだろうこれは。線路がうじゃうじゃしてる。一回降りて、線路の端っこはどこにあるんだろうな。じゃあここから出発していきましょう。はい、何か書いてある。ここが始まりですっていう感じなのかな、きっと。ではよし、ライト。それでは行ってきます。このね、駅もね、この金の塊とグロースストーンと組み合わせて、なかなか立派な。これは何だろう、駅にしちゃちょっとギョーギョーしいし、車庫なのかな。ベッドもあるし。それでは行ってきます。発車オーライ。おお、ググっと行って、あ、なんか踏切がある。これは何だろう、信号かな。ああ、あっという間に隣の島に。おお、なんだ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 、ぐるぐる回るぐるぐる回る。おーおーおーおお、お、今度はこっち来たぞ。くるーっと行ってまた登って、で湖の近くを通って、で今度はこっち側へぐる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 回って、どこまで行くんだろう。あ、ここが到着だ。へえ、なかなかの大冒険でした。じゃあせっかくだからここから紹介していこうかな。なんだろうねこれ、ネザーリアクターコアをこうやって塊にして、中はこんな感じ。なんだろうこれ、なんだろう、なんだろうね、わからない、不思議な感じで。こっち側行くとこれゲートですかね。なんだろう、フリヒムヤヘチフヌユメヌリメ、謎の言葉が書いてあります。こっちもメムマメヌメフユムユフミユネチネユ、なんか言いづらいこっちにも書いてある、ちゃんと。でこれ、これちょっと面白いですよね。あのスイカとか、なんていうのかな、 JR とか空港とかの、あの改札ゲートに似てますよね。こうやってピンポンピンポンで、こう赤青黄色、これはきっと信号を多分意味してるんだと思います、このカラーリングはね。でこちらの方は、あ、なんかある、ここもゲートだな。いろんな宝石がこうやって、何してるんだろうこれは。エメラルドのゲート、こう上にね、クモの巣がこうバサ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 って貼ってあって、何のつもりなんだろうな。あ、これはお家だな。こうね、いろんな木を組み合わせて、扉がここにあるのが不思議だけど、赤い屋根の、ちょっと入ってみましょう。お邪魔します。ピカピカ光る床だ。ここは荷物置き場なのかな。中はこんな感じ。なんだろう、休憩所にしては少し派手だな。
まあ、せっかくなので寝てみましょう。おやすみなさい。はい、おはようございます。よいしょ。ではもっともっとこっちの方へ行ってみたいと思います。そうそう、さっき見たこれね、これ羊毛でちゃんと踏切が作られてますね。これちゃんと赤色になってて、黒色になってて、こうチッカチッカってしてますよみたいな。うん、なかなか再現力が高いですね。でこっちへ行くと、ここもあ、ベッドだ。うん、なんかね、ここはね、いろんな場所にベッドが置いてある。これは休憩所なのかな。おお、ジャックオランタンだ。こうダイヤと金とネザーリアクターで、んー、なんかまがまがしいロボットみたい。そして全部の面にこうやって松明が刺してある。うん、かっこいいね。ちゃんとね、こう市松模様というかしましまになってて、うん、面白いです。いかがでしたでしょうか。ツッツくんの作る列車の国、こうね、ただ線路をバーッとしてね、敷き詰めてるだけかと思いきや、こうところどころに面白い建築物が点在していて、でね、やっぱり一番の目玉はこの踏切。なんかこうカンカンカンっていう音がね、今にも鳴り響いてきそうな、そんな再現力の高さを感じさせます。それでは今日はこの辺で、さようなら。チャンネル登録をお願いします。 Twitter も見てください。